そちらドリー助かる。だがラドリーは助からない。それが君の運命だから仕方ない。まずは天国さんを公開してから。行け、ラドリー。なんだ、サモンリミッターか、驚かせやがって。まあ、どっちにしろこのターンは特殊召喚できないからね。ラドリーパンチ。それにしても相手は何デッキなのか。今のところまだわかりませんね。テラフォーミングでフィールド魔法サーチ。はぁラドリーに禁じられたひとしずく撃つなよー。どう考えても無駄遣いだろうがおまけ感覚で効果無効と攻撃力半減されるラドリー。なんでいつも不憫なんだ。ああ、ラドリーがヌメロンに破壊されちゃう。それは許可しないついでに触手を墓地から召喚。ふぅ、なんとか助かった。ラドリー。ラドリーが生贄にされたー。ふざけんなよー。どうあがいてもラドリーは助からないのかー。ここで2ドローする触手を持ってきましょう。手札に触手を温存しておいたのはそのためです。ラバゴの効果で1000ダメージ。とりあえずドロー。相手がヌメロンと分かった以上、できる限り先にダメージを与えておくのがベストです。ボコボコにしてやりましょう。触手パーンチ。城之内ファイアー。そしてこれがラドリーの分だー。やったぜ。これで相手がヌメロンで殴ってきても、反射ダメージで死にます。ラドリーにひとしずくを使うからこうなるんだ。ここでまさかの金持ちおじさん。幻影罠はカード自体がモンスターに変わるため、持ちをクリエルドビームを回避できます。さらに触手で壁を増やしておこう。サモンリミッターを解除してくれました。ありがたい。狙われたのは触手でした。じゃあな。ここまで来たら勝ち確定でしょう。最後は気持ちよく勝ちたいですね。まずはエクシーズ召喚。人のように、生まれし頃より、ネトラウェイ。好きな触手をサーチします。幻影罠でラバゴをレベル2に変換。これでエクシーズ素材として処理できるのさ。便利だね。そして触手が増えるよ。またまたエクシーズ。手札から触手を発動してさらにもう一体。フィールドが触手パラダイスだぜ。これには金持ちおじさんもドン引き。水族レベル2でエクシーズ。幻影くんの効果でおじさんの攻撃力をゼロに。おや、エクシーズが3体？どう見ても重機です。ありがとうございます。持ち帰るの効果で墓地のラドリーを回収。ああ、進行方向に金持ちおじさんが。危なーい。道路の横断は気をつけよう。